こんにちは、ジンジャーです。今日もアメリカから発信しております。皆さんお元気ですか？今日はアメリカの新規失業保険申請数とそれから現金給付の近況についてお話ししたいと思います。今日はアメリカは木曜日なんですけれども、毎週木曜日にアメリカは全州の新規に申請された失業保険のデータが出るんですね。で、今日発表されたその申請数のデータなんですが、なんと520万人なんですね。直近の1ヶ月ではなんと2200万人の人が失業したことになるんですね。で、これは全労働者の約 13% に当たるそうです。で、10年前のリーマンショックの時もかなりひどかったんですけれども、その一番ひどい時でも860万人だったんですね。なので今回の2200万人というのは本当にとてつもないひどい数なんですね。そして今問題になっているのが、保健事務所がもうパンパンの状態で申請の手続きをできない人が多く出てきてるんですね。で、いくつか失業した方のインタビューを見てみたんですけれども、例えばこの方はウェイトレスをしていた方なんですけれども、3月22日に解雇されたそうなんですね。で、すぐに申請しようとしたんですけれども、もうその時点で電話もつながらないし、サイトもフリーズした状態で、で、今もう4月の中旬になった今でも申請できずにいるそうなんですね。で、今月いっぱいはなんとか貯金でしのげても、5月になると家のローンがあるのでそれがもう払えないと言っていたんですね。そしてもう一人の方のインタビューを見たんですけれども、この方は2つあったお仕事両方とも3月中に解雇されてしまったらしいんですね。そしてすぐに申請の申し込みをウェブサイトでしたらしいんですけれども、保健事務所から何の音沙汰もないそうなんですね。それでこの1ヶ月間300回も電話したそうなんですけれども、全くつながらないそうです。それで今どうやって生活をつなげているかというと、その方は以前バーテンダーのお仕事をしていた時にもらっていたチップ、現金なんですけれども、それを封筒に入れてお家に貯めてあったらしいんですね。で、今はもうお給料もないし、銀行口座の貯金もなくなってしまったので、そちらの現金が入った封筒から少しずつ紙幣を抜きながら食料品に充てたり、あとガソリン代を払ってるそうなんですけれども、その封筒に入ってる現金ももう目に見えて減っているので、早く保健事務所から何かしらの連絡が欲しいと言ってましたね。そしてその方の切実なお願いは、やはりとにかく保健事務所の人員を増やすなり、またはウェブサイトをもっとアップデートするなどして保健事務所の体制を強化してほしいと言ってるんですね。他のたくさんの失業した方でまだ申請手続きが終わってない方、皆さんの切実な願いだと思いますね。はい、次はアメリカの景気刺激対策で始まった現金給付なんですけれども、そちらの近況についてお話ししたいと思います。この現金給付は銀行振込という形で今週の水曜日、昨日から始まったんですけれども、すでに受け取ったという方のお話をちらちらと聞きますね。で、優先順位としては今年の確定申告を済ませて還付金の受け取りに銀行口座振込を選んだ人たちの中で、さらに所得の低い方から順次送られているんですね。で、例えば知り合いでパートでアルバイトをしていて比較的所得が低かった方なんですけれども、その方はやはり昨日すでに銀行口座に振り込まれたと言っていました。そして IRS、 アメリカの国税局がこの作業をしているんですが、今週いっぱいかけて約8000万人の銀行口座に振り込まれる予定だそうです。
ということで、今日はアメリカの新規失業手当申請数が今週も劇的に増えていたというお話と、それから保健事務所が手一杯で申請ができなくて困っている人がたくさんいるというお話と、そしてアメリカの景気刺激対策で昨日から始まった現金給付の近況についてお知らせしました。ではこの動画楽しんでいただけたら、ぜひいいねとチャンネル登録をよろしくお願いいたします。今日もご視聴ありがとうございました。またお会いしましょう。バイバイ。